本日与えられているのはマタイの19章の13節から15節です。お読みいたします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。するとイエスは言われた。幼子らをそのままにしておきなさい。私のところに来るのを止めてはならない。天国はこのようなものの国である。そして手を彼らの上に置いてからそこを去る。先々週と十字架と復活の箇所を読みましたが、今週からはまた、マタイによる福音書に戻って少しずつイエスの生涯、イエスのメッセージを読んでいきたいと思います。今日の聖書の箇所はイエスが幼子たちを祝福したところです。イエスのところに母親たちが子供たちを連れてきました。イエス様に祝福してもらおうと、イエス様に手を置いてもらってお祈りをしていただこうと連れてきたのであります。しかしその時弟子たちはその母親たちをたしなめた、そのように書かれています。どうして子供たちを連れてくるんだ、イエス様はお忙しいのだ、ここは子供を来るところではない、そんな感じだったと思いますけれども、そんな感じでいさめたのでありましょう。ユダヤ人の社会の中で子供たちは共同体全体の中で教育を受けて、訓練を受けて育てられてきました。そういう意味では大切にされていたのでありましょうけれども、またその一方で、やはり大人中心の社会でありました。大人中心の社会で子供たちは隅に追いやられていました。価値のないもののように扱われていました。ですからこの弟子たちの対応は当時の社会の中ではある意味当然のことであったわけであります。しかしその弟子たちの、イエス様はその弟子たちの対応を責められました。マタイはそこまで強い言葉を、この今日のところでは強い言葉を使ってないのでありますけれども、他の福音書を読むと同じところが、同じ記事が書かれていて、同じところを読むとイエスは憤られたと書いてあります。本当に怒られた。弟子たちに何やってるんだ、何やってるんだっていうふうに憤られたのであります。そして幼子を私のところに来るままにさせておきなさい、天国はこのようなものの国であると言われました。他の福音書の、やっぱりこれも同じ箇所を見ると、イエス様はあなた方も、それだけではなくてあなた方も心を入れ替えて幼子のようにならなければ神の国に入ることはできないとまで言われたのであります。つまりただ単に子供がイエス様のところに来るのを邪魔しちゃいけないよと言われただけではなくて、あなた方もこの子供たちのようになりなさい、幼子のようになりなさい、幼子の生き方から学びなさいと言われたのであります。わあ、どうしようかなと思いますね。どうしたらいいんだろうか。皆さん、教会の皆さんがみんな子供のようになればいいってちょっと怖いような気もしますね。子供のように、皆さん子供になってですね、だったらそれで解決、それが素晴らしいって、そうではないんだろうと思います。大人になる過程でいろんなことを学んできました。わきまえてきたこともあります。そういうことも全部否定されるのだったらちょっと違うのかなって思いますね。実際聖書の中にも、このように書かれていますね。兄弟たちを、物の考え方では子供となってはいけない、悪事については幼子になるのは良いが、考え方では大人になりなさい、コリント第一の手紙の14章20節、こういうふうに書かれていますね。また次のページを開くと、このように書かれています。これはヘブル人への手紙の5章の11節から14節でありますが、このことについては言いたいことがたくさんあるが、あなた方の耳が鈍くなっているので、それを解き明かすのは難しい。あなた方は久しい以前からすでに教師となっているはずなのに、もう一度神の言葉の処方を人が手ほどきしてもらわなければならない始末である。あなた方は固い食物ではなく乳を必要としている。すべて乳を飲んでいるものは幼子なのだから、義の言葉を味わうことができない。しかし固い食物は善悪を見極める感覚を実際に働かせて、訓練された成人のよう
聖人の取るべきものである、まあ、こういうふうに書かれています。このようにあなた方はいつまでも幼子みたいであってはダメなんだよというふうに書かれているところもあるわけですよね。考え方では大人になりなさいとかですね、いつまでもこの霊的な乳ばっかり飲んでいるそういう初歩的な段階でとどまってはいてはいけないよ、もう大人になりなさい、聖書の読み方では大人になりなさい、そういうふうな成熟したものになりなさい、そういうふうなことが書かれているところもあるわけでありますから、単に私たちは子供のようになってなればいい、そういうことではないだろうと思うのであります。ではここでイエス様が言われたこと、幼子のようになりなさい、天国はこのようなものの国であると言われたのはどういう意味なのか、そのことを今日は味わっていきたいと思うのであります。で、イエスの言いたかったことをクリアに見ることができるために最初に大切なのはこの天国という言葉についての私たちの先入観を取り除いていることです。まあ、何度も話してますので、もう、いつもいらっしゃってる方々はもうこれはもう本当にあそうだって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私は結構この天国っていうのを死んだ、まあ、後のに行くところ、そういうイメージでずっと子供の時から育ってきましたので、それからなかなか抜け出せないでいるんですけれども、まあ、普通天国といったらですね、この死んだ後いいことをした人が言えてもらえるところみたいな印象があると思います。教会でもそのように天国という言葉が使われる場面があちらこちらであります。それは間違いではありません。しかしそれは天国の一部でしかありません。天国というのはもっと大きな意味があります。そして死んだ後行くところでは見失ってしまう大切な意味があります。ユダヤ人の人々の間では神という言葉はあんまり使わない。神の名をみだりに呼んではいけないということで、神という言葉はあんまり使いたがらなかった。英語で、まあ、オーマイ、言ってしまいますけど、オーマイガーっていう言葉を使うときに、このゴーとでは不謹慎だということで、オーマイ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 とかですね、オーマイグッドネスとかですね、そういうふうに言い換える人もいますね。この時代ユダヤ人の人たちは神という言葉を使う代わりに天という言葉を使ったことがありました。ですからこの天国はイコール神の国と言い換えていいんです。次の見てください。神の天国は神の国と言い換えてもいいのであります。いや、言い換えた方がいい。この神の国という言葉は、また神の国で神の支配というふうに言い換えてもいい言葉です。で、それは神様が支配していると。まあ、神様は何で支配しているかというと、支配、神様が俺の言うことを聞けというふうに脅かして支配しているかというと、そうではなくて、愛で支配しているんだって。神様の愛の支配、恵みの支配だ。でもこの支配という言葉が日本語でちょっと、やっぱりちょっと、強い厳しいニュアンスがあるので、もっと言い換えるならば神のこの愛に満たされた生き方といった方がイエスの言いたかったことがこの伝わると思いますね。ですからこのイエスの言葉は神の愛に満たされて生きる生き方、天国はこのようなものの国であるっておっしゃったイエス様のこの言葉は神の国、神の愛に満たされて生きる生き方はこの幼子のようなものが一番ぴったりなんだよって、あなた方の心を入れ替えて幼子のような生き方をしていくのでなければ神の愛に満たされていくことはできないんだよ。神様の愛に満たされて喜びにあふれて本当に神様に愛されてるな、嬉しいな、感謝だな、そうやって歩んでいくためには私たちはこの幼子のようになるんだよ。そういうふうなことをイエス様がおっしゃる。そうすると全然この印象変わってきますよね。幼子にならない、天国行けない、死んだ後天国行けないよ。イエスはそういうことを言ったか。いや、もうそれももちろんあるでありましょうけれども、それよりも何よりもあなたがこの地上で神様の愛をいっぱい受けて神様の愛に満たされて
本当にその愛があふれて周りの人にも命を与えていくような、あなたが自分が天国に行けばいい、それだけじゃない、本当にこの地上であなたが喜ぶにあふれて周りの人にも祝福があふれていくような、そういう生き方したいでしょう。そういう生き方をしたいならば、本当にこの幼子のようになりなさいよって言ったんでしょう。では幼子のように生きるってどういうことでしょうか。それはですね、イエス様が教えられた主の祈りの中にそのヒントがあります。主の祈り、皆さん、覚えていらっしゃいますか。主の祈り、天にまします我らの父、天にまします我らの父よって始まります。その最初の言葉です。神様に対して天にまします我らの父よ、天にまます我らの父よ、呼びかけなさいってイエス様おっしゃいました。これは実は当時のユダヤ人の社会の中で本当に革命的なことでした。神様のことをお父さんって呼びなさいと言ったのであります。次のスクリーン出してくださいますか。天にまします我らの父よ、 Dear Heavenly Father、 そういうふうに祈りなさい。そう、それは当時のユダヤ人の文化の中では本当に革命的なことでした。神様のことをお父さんと。このイエスの言葉の背後には、この聖書の言葉の背後にアバというアラム語の言語がありました。イエス様はアラム語という言葉を話していました。まあヘブル語にとても近い言葉でありますけど、当時の口語体であります。このアラム語を使ってたわけでありますが、このアバという言葉がイエス様はお父さんという時に使っていました。このアッバという言葉であります。このアバという言葉は聖書の中で何箇所か保存されています。新約聖書はギリシャ語で書かれたんですが、このアバという言葉がイエス様の使っていたアラム語で、そのアラム語そのまま聖書の中に出てくるところがあるんです。アーメンと私たちが多いです。アーメンもそうです、ハレルヤもそう。これもヘブル語でそのままギリシャ語の聖書の中に残っている言葉でありますが、このアバもそのままギリシャ語の新約聖書の中に、この翻訳しないお父さんって翻訳しないで、このアバのまま残っている。一箇所はイエス様がゲッセマネで祈った祈り、アバ父よ、あなたにはできないことはありません、どうかこの杯を私から取り除いてください、しかし私の思いではなく御心のままになさってください。イエス様は神様とアバと呼ばれました。まあこのアバというのはもともと幼児語だったそうでありますが、アバババをパパお父ちゃんって意味であります。赤ちゃんで見えるわバババババって言葉から来て、多分最初は赤ん坊がアバババババって言ってるのを聞いて、あ俺のことを呼んでるで喜んだ親バカ親父がいて、それから父親のことをアバって呼ぶ、それが広がってアバと呼ぶようなと、そんなもんだと思いますね。だから当時の社会の中で神様をアバなんて呼ぶなんて、そんなこと考えられなかった。あのアラム語に通じていたヨアヒム・エレミアスという学者さんがいるんですが、ヨアヒム・エレミアスってこういう学者さんがそのことを強調しているんですが、当時の人々はこういうふうに祈ってた。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、最高の神、天上の主、天地の主、我らの盾、我らの先祖の盾よ、こういうふうに祈ってたそうであります。なんかちょっとね枕言葉がついて、アブラハムの神、イサクの私たちの先祖の神、最高の神、天地の主、我らの盾、全我らの先祖の盾、まあ、そういうふうにですね祈っていたのが普通だったそうであります。そしてその社会の中、本当に神、その社会の中では神様のことをお父さん、アッバーなんて、そんなこと考えられない。イエス様はその社会の中で神様のことをアッバー、お父さん、お父ちゃんと呼びました。それは本当に幼子の信頼を込めた呼び方だったのであります。そして新約聖書の中にこのアバという言葉はあと2箇所、その2箇所ともパウロが私たちイエスを信じた者たちが
神様のことをアバって呼べるんだよと言っているところです。私たちはアバって呼んでいいんだよ、呼べるんだよ。そのうち一箇所はローマの8章15節ですが、ローマ8章15節ですが、このように書かれていますね。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、蛍る身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。もう一箇所ガラティアの4章6節ですが、ほぼ同じようなことが書かれています。どういうことかというと、あなた方はもう奴隷じゃないんだ、あなた方は奴隷じゃないんだよ、あなた方は恐れなくていいんだよ、子供なんだよ、ビクビクする必要ないんだって。神様にお父ちゃんと呼びかける、いやもう私は子供の時お父さんと関係悪くて、お父さんビク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 してたからお父さんって、まあそういう方もいらっしゃるでありましょうね。でも本当に意味は分かってください。本当に神様の前に私たちはビク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 する必要ないんだよ。ああ神様にこんなことしたら怒られるかな、こんなことしたら神様は私のことを裁くかな、天からなんか降ってきて私が裁かれるかな、そうやってビク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 する必要ないんだよ。神様に対して私たちはお父ちゃんってアバーって呼べるんだよ。あのこのガラティアの教会、イエスを信じたと言っても神様の前にビクビクしてちゃんとしなきゃいけない、ちゃんとしないと神様に裁かれるぞ、そういう信仰の姿勢の人々が教会を牛耳っていました。教会のクリスチャンの人たちにもこのビク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 するような信仰を植え付けていました。神様に裁かれないように、神様に怒られないように、神様怖いぞ、神様あなたを裁くぞ、そんなんじゃダメだぞ、神様に叱られるぞ、そういうことばっかり言ってました。まあ実は私も子供の頃そんな感じだったと思います。真面目にやらないと神様に怒られる、真面目にやらないと神様は私のことを裁いてしまう、そんな気持ちがありました。子供の頃教会で歌われた歌がありました。子供よどこを見てる、子供よどこを見てる、気をつけなさい、天から見ているお方がいるんですよ。その歌を歌いながら楽しく歌うんですよ。子供やなんかを見てるって、見てるってキョロキョロするんです。子供よどこを見てる、キョロキョロ、気をつけなさい、天から見てるお方がいるのです。ああ、そっか、神様見てるんだ、真面目にやんなきゃな、うわ、もう特に教会はこの時間は静かにしてなきゃな、そういうふうに思っていました。それを歌いながら聞きながら育ちました。だから教会ではいい子にしてなきゃいけない、他のところではそうじゃないかもしれないけど、でも特に教会ではいい子にしてなきゃいけない、そういうプレッシャーがありました。いやだけどそれだけじゃなくて、あなたは教会の子供なんだから、教会の子供なんだから、もうもっと真面目にやる、もっとちゃんとやったら、もっとこの教会に泥塗るようなことやっちゃダメだ、まさに恐れを抱かせる奴隷の霊を受け、恐れを抱かせられて、もう奴隷のようになって、もう神様の言うこと聞かないと怖いぞ、そういうふうに思っていた。ガラティアの人々もそうでありました。ガラティアの教会の人々もまさにそうでありました。神様に本当に怒れないように、真面目にやんなきゃ真面目にやんなきゃ、そう思っていました。それに対してパウロは違うよって、もういつまでも奴隷のような歩みをしなくていいんだよって、聖霊様は、神様の霊は、聖霊なる神様はあなた方をそういうビクビク恐れて生きるような、そういう生き方へと招いてるんじゃない、そのためにあなたを救ったんじゃないんだよって、そうじゃない、私たちは神様に信頼を込めて、神様、お父さん、そのように呼ぶことができる、アッバって呼ぶことができる、そのようにならせる。
ださる。だからイエス様がここで言われたのは、幼子がお父さん、またお父さんよりお母さんがいいかもしれません、お父さんお母さんを信頼するように、神様を信頼する、その神様への信頼がないと、そこまで本当にこの胸を開いて心を開いて神様の前に飛び込んでいかなければ、神様の愛をいっぱいに受けて歩むことができないよ。皆さん、私たちこの天国、死んだ後じゃない、死んだ後もちろん天国です。でもそのために私たちはこの地上で我慢して、いい子して、もういい子になって、やらなきゃいけない。それが私たちの信仰じゃない。私たちの信仰はこの地上で神様の愛をいっぱいに受けたい。そのために心を開いて、お父さん、神様、私はこんなものです、こんなものですけど、神様、あなたの愛に感謝します。そうやって裸の心で出ていくことができる、そのような歩みと私たちを招かれているのであります。この弟子たちは確実に子供たちのことを下に見ていました。教えてやろうという姿勢でありました。自分たちは分かっている、そのような姿勢でした。それでは神様の愛をいっぱい受けて歩むことはできない。ちょうど放蕩息子の兄息子のように、放蕩息子の物語の中のお兄さん息子のように、私はこんなに頑張りました、私はこんなにやりました、こんなに頑張った、こんなにここまでしました、こだわっているようでは神様の愛をの中に歩むことはできない。来週はこの続きを読みます。19章のその続きを読みますけど、私はここまでやってます、ここまでやってます、そういう人が出てきます。そしてもう一人、ペテロも、イエスの弟子のペテロも、私たちは全てを捨ててあなたに従いました、つきましては何がいただけるでしょうかって聞いてますね。本当にこんなに頑張ってやってきました、こんなに頑張って捨てました、こんなにあなたのために犠牲を払ってます、そのような姿勢では神様の愛をいっぱいに受けることはできない。そうじゃない、自分がどこまでやったとか、どれだけやったとか、それで認めてもらおうとか思うんじゃない、何もないけど、神様の与えてくださるご愛から、神様が注いでくださったあのイエス様の十字架の愛に比べると、私も持ってる何もないんだけど、でも安心して神様の胸に飛び込む、そのような信頼を神様喜んで受け入れて、私たちを抱きしめてくださるんだ。素晴らしいじゃないですか。そういう意味で私たちお互い幼子になろうじゃありませんか。そういう意味で私たち本当に心を開いて神様の前に出ようじゃありませんか。鎧を外して、いや本当にこの ただ神様の前に立ちたいと、お互いにもそうだなと思う。本当に最近もこんだけやりました、こんだけ真面目にやってきました、こんだけ聖書を読みました、こんだけ祈りました、こんだけ犠牲にしてます、こんだけ捨てました、こんだけ一生懸命やってきた、そういう鎧を全部捨てて、全部外して、ああ私はこんだけやりましたが、神様、教会の皆さん認めてください、そういうものを全部下ろして、もしかしたら牧師である私が一番そういうのに縛られるのかもしれない、私は牧師としてこんなに頑張ってやりました、認めてくださいよ皆さん、そういう気持ちを持ちながら歩んでいるかもしれない、そういうものを全部下ろして神様の前に幼子のようになって出ようじゃありませんか。神様の前に、本当にお互いの前に幼子のようになって出ようじゃありませんか。信頼して、神様を信頼して、お互いを信頼して出ようじゃありませんか。神様は私たちを神様のご愛で満たして、神様の愛の支配、神様の恵みの支配が私たちの心の中に溢れていく、私たちの人間関係の中に溢れていく、私たちの教会の中に溢れていく、この教会の交わりの中に溢れていく、家庭の中に溢れていく、それを経験させていただくんじゃないですか。
終点のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛して幼子のようになりなさい、幼子のような国がこの天国に来るんだよっておっしゃいました。神様、私たちがこれをしたから、私たちがこんだけ頑張ってるから、私たちがこんなに一生懸命だから、だからあなたに受け入れられ、あなたに認められるではない、本当に弱い欠けだらけの小さい私たちだから、本当にあなたの前に誇るもの何もないから、もうあなたの前に全てを見せて明け渡して、あなたの前に飛び込んでいくしかない、本当にそこに私たちを導いてくださいますようにお願いをいたします。あなた方もお様になりなさい、お様になりなさいとおっしゃったのですから、私たち本当に今日この場でお様になることができる、本当に母親から生まれてくる幼子が無力で、本当に無力で何もできない、お父さんお母さんに身を委ねるしかなかったように、私たちあなたの前に本当に全てを投げ出して明け渡して、あなたを信頼いたします。どうかあなたの愛でこの私たちの心を胸を満たしてください。私たちの生活の一瞬一瞬を満たしてください。あなたのご愛で私たちの人間関係を満たしてください。あなたの愛で私たちの家族を満たしてください。あなたの愛で兄弟姉妹の分け合いを満たしてください。あなたの愛で役員会を満たしてください。あなたの愛でこの教会の一つ一つのスモールグループを満たしてください。あなたの愛でこの地域にある日本語教会の交わりを満たしてください。あなたの愛でこの地域の本当にあなたに従う者たちを満たしてください。この地域をあなたの愛で満たしてください。本当に神様の愛の支配が私たちのうちに、私たちの周りに溢れていきますように、イエスを出してください。待ち望みつつ、イエス様のお名前によって、